日本一ついてない中学生ついてない陽一はある日ラッキーマンに変身する能力を身につけた。この物語は地球征服を企む数々の侵略者を相手にラッキーだけで戦い続ける愛と真実のスーパーヒーローラッキーマンの汗と涙と笑いの物語である。沖のカモメに深しも取られてついてね。見上げてごらん夜空の星を、あなたは今、あなたは今幸せですか？うう、私いつも幸せです。ついてついてつきまくる、それが私だ、ラッキーマン。ついてついてつきまくる、それが私だ、ラッキーマン。イエロー星を滅ぼした謎の宇宙人ヨッちゃんは宇宙征服計画の最終段階に5対5の勝ち抜き戦を挑んできた。小指グリーン、薬指イエロー、中指ブルー、人差し指レッド、そして親指群青、おてて先輩弓連長、その5人を迎え撃つはラッキーマン、スーパースターマン、友情マン、努力マン、勝利マンの5ヒーロー。しかし努力マンとその2人の兄の間の確執が彼ら5人のチームワークに影を落とす。果たして彼らは底知れぬ敵指レンジャーたちを打ち破ることができるのか、それとも今宇宙の運命をかけた戦いが始まる。では試合を始める。先方前へ。攻撃、小指グリーンの正体。いよ試合開始だ。指レンジャーの先鋒は、ああ、小指グリーン。ああ、なんて身が軽いんだ。そしてヒーローチームはスーパースター。お、スーパースターマンはバラの花道を通っての登場だ。ああ、いつもと同じだ。そうなの？テンシール、チシール、観客がシール、誰も知らねえって。この世に観客のいる限りお正月も目立ってみせるぜ。命をかけて拍手と歓声五万人に受けて悪と戦うスーパースターマン、おかしい。兄ちゃんかっこいい。宇宙船の中でバラの内緒たくさんしといてよかった。バカが、
カッコつけてないでとっととやられて俺に回せ。さあ、小指グリーン、真の姿を見せてもらおう。バカめ、お前ごときに真の姿を表す必要はない。それどころか、あいつ一体何？なんだ？自分で塗りつぶしたグリーンの円の中に立った。スーパースターマン、お前を倒すのはこの円の中で十分だ。もしお前がこの私を円から一歩でも外に出すことができれば、私の真の姿を見せてやる。もっとも見ることもなくお前は死ぬがな。おお、かっこいい。なんか本格格闘漫画みたいだぜ。期待させますに。すごい自信だ。あんな便所コオロギが相手なら私だってあれくらい。あ、スーパースターマンが怒ってる。くそ、かっこいいことしやがって。許せねえ。ならばこっちはこの花びら一枚だ。お、この花びらの上から一歩も動かず貴様を倒す。おお、こりゃますます本格格闘漫画だ。このテレビ局もついに本気を出しやがったか。かなり入れ込んでますよ。やった、やつより目立ったぜ。バカな、あんな格好で勝てるわけない。彼は何を考えているんだ。あいつ相変わらず目立つことしか考えてないな。まあまあ、どうせすぐ負けちゃうんだからさ、やりたいようにやらせてあげようよ。行くぞ、スーパースターカッター。なかなかいい武器を持ってるじゃないか彼は。あいつあれしか武器がないんですよ。そうなの。だけどあの体勢ではモーションがつかないから飛ばないよね。そうそうそうなんですよ。しかもあれは結構重いから、あいつの力では敵まで届きませんね、師匠。はん、はん、あ、そうね、そうね。小指グリーン、行くぞ。使え、スーパースター、ハッター。な、何だ。どうなってるんだ、あのスーパースターマンが。もしや何か心当たりがあるのか、努力。はい、実はあれは宇宙船でこちらへ来る途中でした。今回の戦いは全宇宙の運命のかかった戦いなんだ。へえ、そうなんだ。この危機を救った者は伝説のヒーローとして永遠に語り継がれるであろう。つまりそこで活躍すれば大スターなんだ。大スターどころか、全宇宙の英雄。あら、あ、あ、あ、どこ行くんだ。え、いや、その戦いに備えておめかししに化粧室へね。そこまではいつものスーパースターマンでした。しかし、はあいつもう3日も姿を見せやがらねえ。化粧のりがいまいちかなって。あー、ちょっと違うな。アイシャドウはもっと濃いめかな。どんなおめかしすりゃこんな音がするんだ。ドルクマ、そんなところで何してんだ。何してるってお前、その姿まさか秘密の特訓を。ジジイ、何言ってんだよ。これが新しいお化粧なんだよ。私はスーパースターなんだよ。特訓とか努力とかそんな地味なことするわけないじゃん。まあ、考えただけでかっこ悪い。まあ、それはそうだけど。お、これは。しかしスーパースターマンは特訓なんかしてないって言ってたんだろ。それはあいつが練習や特訓をすることがかっこ悪いことだと思っているからではないでしょうか。つまり常にかっこいいところだけを人に見せたいからと、うん、まあ確かにあいつはそういうやつだよ。勝ってかっこよく目立ちたいってわけか。勝負を舐めるのもいい加減にしろ。確かにやつは勝負を舐めてるかもしれない。しかしその目立ちたいという執念が彼の技を磨いたのも事実。恐るべし、スーパースターマンの目立ちたいという執念。あっ、
て。だがそんな武器など小指グリーンにとっては。何？おお、小指グリーンの体をスーパースターカッターが通り抜けた。違うぞ、あれは奴はカッターが当たる瞬間に。そのスピードがあまりにも速かったため、カッターが体を通り抜けたように見えたのか。やるな、真剣に見てなかったとはいえ俺にも見えなかったぜ。私もだ。おいおい、ラッキーマンが本気で見たら見えたと思うか。全然。まだ無理。そんな武器を避けるなわけはない。それはどうかな。おっと、スーパースターマンがバラの花の武器に包まれた。スーパースターローリング。なに？なに？それはどうかな？スーパースターローリングターン。何？よく見ると、カッターとスーパースターマンの手が糸で繋がれている。あ、カッターが戻ってきた。小指グリーンに向かっている。同じだよ。避けたつもりだったのに。我ら指レンジャー5人の中で一番動きの速い小指グリーン、それに傷を負わせるとは。スーパースターマン、一体どうなってるんだ。すっげーや。お兄ちゃん。スーパースターマン、なんか今日は一味違いますね。決まった。おおっと、いやちょっと手切っちゃった。いってー。おお。きね、やっぱり痛くない。もうでも今日のスーパースターマンはやるな。違うね、敵に傷を負わせたのは偶然だ。そうですとも。え、小指グリーンはスーパースターマンの実力を読み間違えていたのだ。ふむふむ。なんだこの3人。しかしスーパースターマンの非力と素人のはちゃめちゃな動きと、あの無理な体勢によってカッターが常識外れの動きをしたため、避けたはずのものに当たってしまったのだ。まったくもってその通り。同感同感。分かってないのは僕だけか。しかし戦いの話になるとこの3人は息ぴったりなんだよな。本当は仲良しさんなんじゃ。いや、そんなはずないよな。思ったよりやるじゃないか。もう少しで首が飛ぶところだったぜ。わざと首は切らなかったのさ。お前の真の姿とやらを見るために。強がりはよせ。そうかよ、足元を見ろ。何？あおあ、しまった、奴の武器がかすったことに動揺して。まあ仕方がない。さあ遊びは終わりだ。
その服を脱いで真の姿になってかかってこい。やったー兄ちゃん、かっこいい。まさかお前ごときにこのスーツを脱ぐことになるとはな。あのスーツはやはり、うん、え、な、な、なに、あれがどうしたの。友情よ、その通りだ。間違いないでしょう。ね、たくよ、なんなんだこの兄弟は。まるでわかんなくなってきたぜ。うわぁ、まずいかもしれない。これは楽しめるかもしれん。この野郎、スーツを脱ぐだけで目立つとは許せないやつだ。のー、これが小指グリーンの真の姿。スーツが重かっただけに小指の思い出となるわけですね。いいじゃん、いいじゃん、かっこいいじゃん。いや、早そう、流線形ってか、こりゃよ。いかにもスーパースターマン危うしってとこですよね。ゾクゾク。兄ちゃん大丈夫かな。お兄ちゃん目立たなくてもいいから死なないで。まさか小指グリーンが真の姿を現すことになるとは。しかし敵もかわいそうに、あの10トンもあるスーツを脱いだ小指グリーン、いやスピードマンと戦う羽目になるとは。城内の皆様、ただいま小指グリーンの本名が分かりました。スピードマン、スピードマンです。よろしくな、こいのぼり野郎。貴様、その呼び方誰に聞いた。10トンのスーツ、兄さん、10トンのスーツを着てあの動きということは、それを脱いだ今やつは一体どんな動きを。面白くなってきたじゃねえかよ、スーパースターマン。さて何をして遊ぼうか。おいスピードマン、まずその薄らバカな笑いはやめろ。その言葉そっくりお前に返して、俺をこんな格好にさせちまって。スーパースターマン、目ん玉ひんむいてよく俺を見てろよ。何。私の真似をしてバラの花をくわえている。いつの間に。大したことはない、お前がバラを拾ってくわえたのくらい見たさ。何がおかしい。お前の動きは見切ったと言ってるんだ。俺の動きを見切っただと。このバラを拾ったところを見ただと。バカめ。バカ。これはお前がくわえていたバラだ。何。ところでお前がその口に加えているのは何だ。なかなか活かしてるぞ。で、3本100円のちくわ。さすがスーパースターマン、お似合いだぜ。かっこいいぞ。探してくれるぜ。みっともねえ。あと100円のちくわ。恥ずかしいわ。100円のちくわ。あの一瞬のうちにバラを取り、3本100円のちくわを加えさせたのか。よくもこのスーパースターマンに3本100円のちくわを加えさせたな。貴様をもっとみっともない姿にして倒してやるぜ。俺を倒せると思っているのか。そういうのなんというか教えてやる。背中見ろ。え、あ、背中。ああ、自意識過剰。なあ、自意識過剰だってよ。こりゃ面白い。いやー、ぴったしぴったし。お兄ちゃんハマってる。3本100円のちくわとバラをすり替えるほかにここまでしていたとは。この俺でさえ奴の動きは見えなかった。早くあいつと戦いたいぜ。3本100円のちくわの次はこのバラの正しい使い方を教えてやろう。え、正しい使い方。それはな、あのバラが地につくまでにお前を倒す。何。うわ、見よ。え、何。目がどうかした。
ちまったのか。なんだ。スピードマンの数が増えた。正確に言うと一マス一人八コマ四方の試合場の周りにいますから28人になったわけですね。すげー、どうなってんだ。増えたのではない。奴がものすごいスピードで移動しているため我々の目には増えたように見えているのだ。そんな疲れること。早い。私の鍛え抜かれた動体視力でも奴の実態が見分けられない。努力マンでも終わったな。ああ、あのバラが地に落ちる前に全ては終わる。しかし、あんな相手にこんな技を使わなくても。ドイツが実体だ。くそ、ドイツだ。無駄だ無駄だ。お前がどのように構えようとも私の28人攻撃を避けることはできん。しかし実体は一人。奴が攻撃に移る時がこちらの攻撃のチャンスでもある。死ね。スーパースターマンにスピードマンの28人攻撃を破る術はあるのか。戦えスーパースターマン。負けるなスーパースターマン。宇宙の運命は今君の肩にかかっている。なんかすごい試合になってきたぞ。スーパースターマンはいつもと違ってなんだかまともに戦ってるし、スピードマンの攻撃も今までの敵と違って強烈すぎる。一体この戦いはどうなるんだろう。スピードマンってもっと強くなっちゃうの？これじゃまるで本格格闘アニメみたい。次回完全体スピードマンターボ、お楽しみに。ピンク色の小豚が空を飛んで、パラシュートで恋を運んでくるわ。朝からこんな夢を見られるなんて、私は幸せの渦の中なんてラッキー。ビーズのようにつながり続ける、幸せをみんなにあげましょう。恋ラブが小豚のように、花女らしい恋ラブが小豚のように、お尻を振ってブーブーブーが恋ラブがブーがBoo-gah.